皆さんこんにちは、愛子の画家生活へようこそ。今日はですね、昨日に引き続き明治大正にかけて活躍した日本人の洋画家のねご紹介をしようかなと思います。美人画ですね、主に描いてる方ね。順番に先に言いますと、まず高橋由一さん、黒田清輝、藤島武二、青木茂で、レオナル・フジタですねの順番でご紹介しようかなと思います。明治時代その西洋文化が入ってきて、洋画を描く日本人っていうのが現れましてね、そういうこう陰影表現であったり、こう写実であったり、遠近法であったりとか、そういうこう論理的な目線っていうのがね導入されて、どんどんその日本人がそういう絵を描き出した頃っていう感じで、西は初めの最初の洋画家って言われてるのはね、高橋由一なんですよね。鮭の絵でね有名ですよね、こうそう映ってある、日本人が描いた洋画っていう感じがすごい出てますけれども、その方が描いたね花魁の絵がありまして、すごい独特なんですよね。なんか高橋由一さんってすごいなんか時間かけて描いた、厚塗りで描いたって感じがすごい出てる絵ですよね。で、当時いた花魁の女の子を描いたらしいんですけど、ちょっとどう見てもあんま美人に見えないって感じの絵なんですが、モデルになった女の子もね、すごいびっくりして、これ私じゃないって言ったらしいです。当時やっぱり高橋由一さんって、江戸時代後期に生まれて、幕末に生まれてる人なので、その浮世絵のね、まだ雰囲気が残ってる時代だったので、その女の子とかもね、てっきりその浮世絵風に描いてもらえると思ったみたいなんですね。ちょっとこうデフォルメしてなったんですけど、そういうすごいリアルなでこう美人に描こうって感じはまあ出てないじゃないですか。こう本人の特徴をしっかり捉えた絵って感じなんで、ですごい頬とかこけたりとかしてるのとかもね描いてあって、でちょっとすごい嫌がったっていうか、私じゃないって言ったらしいっていうねエピソードがすごい有名な絵なんですけれども、高橋由一さんがね初めて最初の洋画家っていうふうに言われてまして、でその次にご紹介するのは黒田清輝さんですね。この方は、パリにね留学された方 で面白いのがですね、初めその絵の留学じゃなくて法律の留学でなんか行ったらしいんですけど、現地でなんかその画家に転校したっていうちょっと変わった人で、で東京美術学校でね長らく教鞭をとってっていうのがすごい有名な方ですね。その後白馬会っていうなんかその洋画家の会とかも作っていろんな方を育てた方なんですけど、当時その明治初期の画家のことをなんか旧派って言って、で黒田清輝が持ち込んだ印象派のような明るい色彩で絵を描きましょうっていうのがなんか紫派っていうんですけど、その新派っていうふうに言って、でその旧派はヤニ派っていうふうに言ったっていうね、ちょっとそういう歴史もあります。ヤニ派っていうのはヤニなんですけど、結構黒とか茶色とかそういう暗い絵でね描く絵が流行ってたみたいなんで、それをちょっとやめて綺麗な色で描こうみたいな、それがそのパリに行ってそういう考えをね持って帰ってきた人なんですよね。なので黒田清輝の描く有名な湖畔亭とかも確かにすごい紫系の綺麗な色で描かれてて、でちょっと構図がねちょっとその何ですかね、日本の版画国際みたいなちょっと変わったアングルっていうか、それがちょっと日本風にされてる洋画っていうふうに言われたりするんですけどっていう、この黒田清輝っていうのがねやっぱりそのいろんな画家に影響を与えてますね。次紹介する藤島武二さんですね。この方は、黒田清輝に推薦されて助教授なんですよね、東京美術学校ので、一緒にその教鞭を取ってたって方、ね、で私この方の有名な絵天平の面影ってあるじゃないですか。その人の絵がなんか顔がなんかすごい弥生人みたいな顔してて平たい顔しててちょっとあんま美人じゃないな嫌やなっていうふうにちょっと思ったの覚えてます、教科書とかで見た時なんですけど、結構他の絵とかはねすごいロマン派とか言われますけどすごい可愛らしい
あの女の子の絵とか描いててね、あのすごい他の絵は好みですね。で私があのすごいいいなって思ったのは、あの明星の表紙ですね。与謝野晶子とかがあの詩っていうか歌を書いてる雑誌の表紙のね、女の人の横顔のデザインにされたあの絵がですね、あのこの藤島武史がねデザインしたっていうふうに言われてまして、ちょっとアール・ヌーボーっていうのがねあの取り入れられてるような、すごいおしゃれな絵ですね。私この絵すごい好きなんで、あーこの絵描いたの藤島武史やったんやってびっくりしたんですけど、で、まあ、藤島武史さんはあのその黒田清輝に習って白馬会とかも出してたっていう人ですね。で続きまして青木しげるですね。私青木しげる大好きなんですよなんか昔京都とかでも展覧会やってて、あの本物見たこともあるんですけど、しげるもね黒田清輝から指導を受けてて、白馬会出してて受賞とかもしてたりして、結構若い時から天才画家って言われてたんですけど、まあ、画風はそのラファエル戦犯の影響っていうのを受けてるっていうふうに言われてますけど、まあ私が見たあのそれこそ私が好きなあのモローとかにすごい通じるような繊細なこう神話とか宗教の絵みたいな感じを日本版でやったみたいな、まあ、そういうイメージがありまして、あの古事記とかの絵描いたりしてますね。あのそういう日本の神話を洋画風に描いたみたいな、なんかなるほどって感じがします。でまああの私生活って言いますと、あの種っていうね女の人とあの付き合ってたんですけど、子供もできるんですけど結婚はしなかったっていうね、ちょっとこうやっぱ当時にしてはあのなんか変わってるなっていうふうに思ったりしますけれども、であの海の幸とかね、あの有名ですけれども、あれすごい大胆な絵ですよね。でもデッサン力とかすごいあって力強くて、私あの絵なんかすごいインパクトでびっくりしたの覚えてますね。あれもこう古代人のなんか文化みたいなのを想像した絵っていうことで、でなんかこっち見てる女の人がいて、それがねこのタネさんだっていうふうに言われてますね。でなんかその晩年ちょっとあんまり絵がうまくいかなくなっちゃって、晩年って言っても28歳ですけど、家族と別居してちょっと放浪とかしてる時に肺結核になっちゃって死んじゃったっていうね、むちゃくちゃっていう感じの障害ですけれども、ちょっとねなんかせめてその家族と一緒にいて支えてくれる人がいたりしてね、あの療養してたらあの治ったかもしれないのになって、あの28って本当に短命ですよね。なんか28であんだけ大傑作残せてね素晴らしいと思いますけど、生きてたらねもっといろんな絵描けたやろうになって、本当に惜しいなって思う人ですね。なんか結核って結構昔の方よくかかって亡くなってますよね。私のおばあちゃんとかも結核にかかってたって、まあ治ったらしいんですけど、あの結核今はないけどなんでなんかなって思ったりしますね。はい、で続きまして藤田嗣治ですね。まあ、レオナール・藤田っていうね、あの先例名でフランスの名前がレオナール・藤田なんですけど、この方も、ヨガ家のパリで活躍した方ですね。で、まあ、めちゃくちゃなんか人間関係面白いのが、その藤田嗣治も黒田清輝に教えてもらった方なんですよね。で今まで紹介したあの藤島武史、青木しげるとかはねちゃんとその門下に入って白馬会とかに出してたのに、あの藤田嗣治はね黒田清輝のその教え方っていうか、なんかそういうのに反抗してなんかそういう当時やっぱりそのなんかこう決めつけられるのとかがな多分嫌だったんかなって思うんですよね。その印象派風の綺麗な色で描きましょうみたいな、なんかそういう新派旧派とかそういう世界観じゃないですか。そういうのからちょっと藤田嗣治はそれをすごい嫌ったそうで、であのパリに行くんですよね。で、まあ、その時なんか日本で結婚してたみたいなんですけど、なんかその奥さんを日本に残してパリに行ってしまいます。生涯藤田嗣治は5回ぐらい結婚してて、で最終的に日本人の女の人とね、あの生涯連れ添ったそうなんですけど、でまあ、パリに行った時にモンパルナスっていうね、あの画家さんたちがいっぱい住んでたとこにね、あの家賃安かったらしいんで、ね、住んでたらその横の部屋にいたのがあのモディリアーニやったっていうねっていうなんかすごい歴史やなと思うんですけど、まあ、当時ねパリも素晴らしいあの芸術、あのシュルレアリズムとかあのキュビズムとかそういうのが流行ってて、
まあそういうちょっとこう日本ではすごいかっちりしたあの枠に収まる絵ばっかり評価されてたのに、パリ行ったらすごい自由やったってことで、なんかもうわーってなってなんかそういう自由奔放さに惹かれたって。でなんか家に帰って黒田清輝先生にもらったあの絵の具箱を叩き割ったとかいうこと書いてあったらしいですね、なんか日記かなんかに。っていう風にね、まあノレナロ・フジタはやっぱりそのパリの自由な感じが合ってたみたいですね。で、その後すごいパリでも絵がね売れるようになって、あのすごい名声が高まって、あの乳白色の肌とかいうね言われて、あの裸体が、あのラフ像ですねがすごい人気あったみたいで、私もあのすごい大好きです。あのすっごい独特で個性的なんで、妙な色で、あの描き方とかもすごい変わってますしね、あの個性的だなって思いますけど、まあパリですごい絶賛されて、でまあピカソとかも交流とかあったりとか、ほんとそういうすごい時代なんですけど、まああの藤田さんが活躍した時代ってまあ戦争いっぱいあったじゃないですか。第一次世界大戦、第二次世界大戦2つもね経験されてるので、第一次世界大戦の時にはすごい貧乏やったみたいなんですけど、第二次世界大戦が始まる前とかはまあまだあの南米とかで個展したりとかね、すごいいろいろ活躍してはったんですけど、一回こう日本に帰ってきたりとかして、でその後パリとかに戻ってもなんかその日本で戦争が入ったりとかしてたので、なんか結構こう扱いとかもねいろいろ変わったりとかして大変やったんかなって思ったりしますね。でまあ結局ねパリにあのフランスで過ごされたみたいなんですけどね、っていう感じで、まああの5人ご紹介しましたけど、こう結構黒田清輝さんがねもうものすごい影響力を持ってるっていう、まあやっぱこう先生っていうかその教える人って本当すごい責任がいりますよね。なんかいい意味でも悪い意味でもこうその後に続く人にめちゃくちゃ影響を与えるので、まあでもやっぱ面白い時代ですよね。こういろんな新しいものが入ってくるとこうも変わるのかっていうね、面白いなって思います。今日はですね、明治大正の洋画の美人化の話をしましたけれども、ちょっと次回何の話しようかまだ決まってないんですけど、もう一旦ちょっと休憩っていうか、あの美術史的な話が続いたのでね、あのちょっとこう普通の現代のあの話題とかもね、またどんどんやっていこうかなと思っております。はい、今日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひね、チャンネル登録の方とかもどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もありがとうございました。